久保さん、利根川で行きましょうか。はい。利根川、勝ちもせず生きようとすることはそもそも論外 <laughs> うん。負けた時の処理なんてそんな話はもうやめろと。それが無意味なことはもう話した。これ以上は泣き言はどうし、泣き言で人生が開けるかと。泣き言で人生が開けるかと。勝ちもせず生きようとすることが 論外と <laughs>、うん、この利根川のね、この、あの、この、じゃんけんゲームの時の、あんまったらんじゃないみたいなね <laughs>、うん。これ僕好きですけどね。うん、まあビジネスなんかはもう本当ね、勝たないとダメなんですよね。まあ、勝つという表現というか、まあ結果なんですけど、売り上げを作っていかないといけないので、 うん泣いても売り上げが上がん、あ泣,い泣いて売り上げが、泣いたら売り上げが上がるんだったら泣きますよ、いくらでも。まあ、久保さんがね、昔、あの、ホストですかなんかあの、お客さんの靴、靴にシャンパン入れたやつ飲めみたいな。飲んだみたいなね。そう。も、ま、う、あ、それでシャンパン入れてくれるんだったら全然飲みますよね。うん、まあ、か、あの、会社は学校じゃねえんだよっていうあの、ドラマが昔あったんですけども、 それもあの、スパ落ちたスパゲティを食うみたいなシーンがあるんですけど <laughs>、それで金、融資もらえるんだったら食いますよね。うん。落ちたスパゲティでも、そのかあのチャンスがあるんだったら、融資、あの、企業資金あの、それで食って企業資金もらえる可能性があるんだったら、可能性があるんだったらやりますけど、落ちたスパゲティ食うぐらいはね、全然やりますし。う そのビジネスは結果がやっぱすべてなんで、うん、泣いて売り上げが作れるんだったら泣きますけど、泣いただけじゃね、売り上げ作れたいですからね、泣き言垂らしとっても、うん、勝つしかないかあの、結果出すしかないので、うんそう、泣き言で人生が開けるか、語ってどうする、いくらかかっても状況は何も変わらない。 おっっしゃる通りです利川さんとうーんやっぱビジネスをこうやってるとねまあ利根川さんのねあのセリフっていうのは痛い,いようにかっあの入ってきますけどねいってらっしゃい。